相手がね、今日杉内が出来がいいだけにね、はい、本来だったらもうナイスピッチングですよね、はい、あ、そして球場が沸きます。なんと渡辺監督、ここで工藤をマウンドに上げます。来ましたね、まあ、勝ち試合しか使わないって言ってましたけれど、はい、まあオールスター前のいいね、不安にとってはいやすごい今大歓声でしたね、はい、いや今シーズンで29シーズン目というこの工藤です。現役最多の224勝、通算防御率は 3.44、 勝率は6割1分5厘、最多奪三振を2度、 MVP を2度受賞、今シーズンから 16年ぶりに古巣のライオンズに復帰しました。まあね、40代してももう後半ですからね、47歳です、はい、まあ、ホークスではダイエー時代に95年から99年まで5シーズン在籍しましてリーグ優勝、日本一に大きく貢献しました。まあね、特に、まあ、城島にとってはね、はい、まあ、いい形のピッチャーでしたよね。そうですね、やはりあの城島にはいろいろと、まあね、城島のいろんな泣いた経験もありますけれど、それはお互いに勝つためですから ね、 ね、やっぱり工藤は城島をどうやって使えるのか、はい、城島はこういう、ね、人からいろんな配球を覚えたりとかね、はい、ピッチャーの心得を覚えるわけですから、本田はレフトフライに倒れています。どこまでやるかですよね、そうですね、まあ、大会長はね、やっぱり30本打てなくなってやめたって言いますけどね、それでも40でしたからね。そうでしたね。ただ今多いですよね、40超えてきてアラフォーは頑張るというかね。そうですね、さあそしてアラフォーと言いますと、このペタジーニも39歳アラフォーです。明石に代わって代打告げられました、このペタジーニ。さあこの ペタジーニ対工藤というのもね、面白いですね、はい、セリーグの時は戦ってるはずですからね、はい、ただこれを抑えるとまた工藤が、ね、今年もうちょっと投げれるっていうのは分かりますからね。そうですね、工藤にとっても大事なこれバッターかもしれません、はい、まあ、投手陣が今怪我をしてますし、後ろのピッチャーを、ね、重視するには、はい、1枚いたら全く違いますからね。そうですね、さあ2アウトランナー2塁1塁、ホークスは追加点のチャンス、マウンド上には工藤、弾きましたがランナーは自重します。まあ、あとは球数限定になってくるのかね。あ、そうですかね、勝ちゲームでないと今日は出さないというような話をしていた渡辺監督なんですが、2対0、そしてこれ以上点を取られたくないという大事な場面で工藤を送り出しました。その工藤、川崎にはフォアボールを与えましたが、本田はレフトフライに打ち取って2アウトランナー2塁1塁。そして秋山監督は昨日2本のヒットを放ったペタジーニを打席に送り込んでいます。工藤は取れませんでしたが中島が抑えました、まだあのボールを取りに行こうとしてますからね。そうですね、はい、しかし、まあ、工藤出てきまして0点に抑えました、今惜しみない拍手が工藤に送られています。もう見事な演出ですよね、これね。そうですね、